はい、どうも、そらです。ということで、今回は覚醒が来たスーパーフォーのベジータを神の木で使っていきたいと思います。お前何でも神の木じゃねえかと思われそうなんですけども、僕ね、あくまでね、ガチパ神の木としてね、一応ね、実況の方多めにね、出しているというものもありますので、今回はね、神の木でのね、こいつのね、赤枠の可能性をね、模索していきたいと思います。一応ね、こいつみたいな感じで、まあ、あんまりね、そう、神の木タグとは関係ないキャラで、スーパーゴジータだったりとか、親子ご飯だったりとかそういったキャラもね採用されてる方がいたりもしますので、まあ、そういった中でね、そいつらを押しのけて入るだけのね可能性があるかっていうのを個人的にね確かめたかったのでちょっとね確かめていきたいと思います。で一応ね、まあ、サイヤとかあとベジー一家 GT などについてはまあ他のね実況者さんも結構動画出されると思うので深くはね僕はねちょっとエアプになっちゃうのでお話はしないんですけど、まあ一応ね試合の時にねちょっとね思うところとかは少しねふんわり話していけたらなと思っております。で一応ね、まあ、使っていくとはいえねこのね神の木のためだけにね覚醒7まで持っていくのはね非常にねちょっと何とも言えないというところなので、まずはねそう覚醒1の段階でも十分ねステータスがねドガンとかね上がってくれたりとかしているので、そういった中でね現状こいつまあどれだけね使えるのかというのを確かめながら、あこういう時にねユニアリー解放してたらもしかしたらめちゃくちゃ強かったんじゃないのかみたいな部分があれば僕はね覚醒をね迷わずやっていきたいかなと思っております。で一応ねユニアリー解放すると何が起きていくかというと気力回復度アップはまあ別にどうでもいいかなってところなんですけど、必殺アースコストダウンこれ割かしでかいですよね。うん、必殺手持ちで持ってる時に、全部解放すると多分49までコスト下がるんですけど、そこからさらに10ダウンなので39で打てる。これはね、なかなかね、打ちやすくなって非常にね、使いやすいんじゃないかなと思っております。で、アーマーが発動してる時の射撃用ダメアップは、これはあんま関係ないかな。これがね、関係あるんだったら、ゴジブルとかもね、こういうの持ってるのでね、もっともっとね、話題になってるかなと思うので、あんまりね、関係ないかなと思ってます。で、カバチェンジの火ダメカットも、こいつでわざわざ受けるかというと、まあ何とも言えないところなので僕はあんまりかななんていうふうに思ってるんですけども、バトル開始時にね消去不可の射撃4ダメアップと火ダメカット、これはね普通に優秀ですよね。これがねまあ一応ついてくれるおかげでこいつのね高ステータスにさらにね磨きがかかるみたいな部分になるので、これはね普通に優秀かななんて思っております。ということで、まあ一番まあ注目すべきところは必殺のコストと、あとはそうですね、火ダメ量がどれだけあるかで、まあ余ダメもねちょっと乗っかることでどれだけ変わるかみたいな部分の違いが分かればまあ十分かなと思ってるので、とりあえず今回はうんこいつね超級のね何でしたっけ共闘のためにね一応覚醒1にしたので、うんその段階でどんなもん使えるかっていうのを実験していきたいと思います。ということで試合の方に移りますが、よければチャンネル登録グッドボタンぜひよろしくお願いします。それではどうぞ。はい、ということで早速1戦目に入りたいと思います。今回ね別に選出画面はねこいつどうせね固定出すので関係ないかなと思って飛ばしちゃいます。ということでお相手はね人造で一応ね覚醒とかもしっかりされてる方なので、こういうねガチなパーティー相手どれぐらい活躍するかっていうの結構重要なので確かめていきたいと思います。最初ね一発セルからもらっちゃったんですけど、まあそこそこ減ったなぐらいですね。うん、まあそこはまあさすがにセルもねそんな火力あるキャラじゃないので、まあこんなもんでしょうってところですね。で18号ですね、こいつをねいかにね沈めるのにね役に立てるかみたいなところが今回は特に重要だったりするので、そこをねできればねアーツしっかり決めて重点的に見ていきたいなと思っております。で一応ここドカバキが出たのでそのまま攻めてきますよ。でここでチェンジしてみます。まあ打撃なんでねあんま強くないと思うんですけど、っていうところでカバチェン入ってきましたね。はい、とスーパー17号むちゃくちゃ硬いんでね、うん、まあさすがにこんなもんですね。これにそうですね、それこそ全部ね覚醒分のブーストが加わって、でさらに4ダメ 15% アップかが入ってもまあうんまあさすがにそんなあんま変わんないかな。うん、打撃はそんなもんですね。必殺もまあ結構いい火力でしたけど、まあこんなもんかなって感じですね。でこれ相手ちょっと跳ねるかなと思ってやったんですけど失敗でしたね。うん、ちょっとリスキーすぎました。で一旦身勝手で時間稼ぎしながらと思ったら特殊打ってくれたのでここはつなげますようです。はい、で18号来たのでここはもうねここぞとばかりに出します。はい、で一応余ダメ 80% ですね。余ダメ 80% の覚醒1の火力、まあそんなに出てないですね。これフル覚醒したらどうなんだろうな。なんだかそんなに、うん、18号相手でもすさまじい火力が出るというわけではなさそうですね。まあ、髪の毛だからっていうのもあると思うんですけどね。うん。そこの分のね、浴びの弱さっていうのはあると思うので、まあ、そんなもんでしょうというところで、うん。これちょっと単発で起こしたんですけど、降参していただけたということで、一戦目ありがとうございました。
はい、ということで2戦目は未来でございます。でこっちもまた戦術一緒ですね。はい、最初は避けて、でそのままつなげてって、で早速出番ですね。いったれということで唾液ばっかりなんですけども、まあまあまあそこそこですね。うん、お相手の凸の分考えると、まあ別に高すぎず、でも全然低いというわけではない感じなので、ここにねブースト分と、4ダメ回避量 15% 分乗っかったら結構いい火力出てそうですね。うん、ということで、そうですね、それこそ今回のセンス、まあ、さっきのセンスもそうですけど、バドスと組み合わせた時は神の木でもね、なかなかね凄まじい火力が出そうな感じで、少し期待はできそうですねという感じで、うん、ここを相手チェンジしなかったのでブラックウォッチですね。相手最速取られて殴られますよですね。この未来ご飯相手もまたどれぐらい出るかっていうのを見ていきたいところですが、はい、とりあえずもらっちゃったので受けますと。痛いですね。はい、で究極まで来るのでここまでとりあえず受けちゃうと。うん、お相手あれなんだっけ、ブラック落ちたことでまだね、あの属性振り向こうついてたと思うので、ここはねベジータにチェンジしてもめちゃくちゃ痛いんでね、変に変えるですね。うん、でとりあえず相手バニーナイノで連射して、でライジングですね。これ相手変えてくれたらね、またバニー使わせてそのままね、未来悟空を落としちゃおうかなと思ってたんですけど、変えてこなかったので、これねもう未来ご飯削っちゃいますということで、ライジングは通ると。一応ねブラックはお相手チェンジしてくれなかったおかげで落とせたのが非常にでかいのでというところですが、まあベジータもねなかなかいい活躍してくれましたね。あれ覚醒進んでたらな、もっとあっさり落としてすごいね美味しい展開になってました、ね、強ーみたいなね展開になってたと思います。はい、で最速取れたんですけど、アーツ打ち損ねましたね。はいということでベジータに殴っていき、中距離で、相手跳ねた段階で射撃と思ったんですけど、遠距離打撃されましたねということで受けていますと。で一応属性振り向こうはもう取れてるはずなんですけど、結構もらってましたね。で未来悟空めちゃめちゃもらっちゃいますねこれ。うん、で一応ライジングも、うん、ここでもらってみてどれぐらいダメージ受けるかなみたいなのを試してみたんですけど、これは多分ブーストと火ダメ 15% カットついたところであんま変わらなさそうですね。うん、まあさすがにライジング受けれるようなキャラではないですね。800万、うん、これが下がってもせいぜい600万後半か700万ぐらいですかね。そんなもん受けてたのかななんて思うので、まあまあまあさすがにね、いくらねカットついてね覚醒キャラでもライジングは受けれませんよですね。はい、でもあれだけね普通にもうもらっちゃってたのでね、仮にねついたところでやっぱりどうなんだろう、ステータス見る限り防御力は結構ね高いキャラではあったんですけど、覚醒キャラにしてはね HP は非常に低かったので、うん、やっぱその分別に耐久はあんまりないキャラとして認識した方がいいのかもしれないですね。はい、ということで落ちと。さすがにねなんかね最近の覚醒キャラだんだんね控えめな性能になってきてますよね。やっぱ強すぎたからか、うん、だいぶ抑えられてきてるなーって印象あるんですけど、ベジータもね元が強いキャラなだけあってね、そこをね結構まあ影響受けたなーみたいに思いますね。はい、でお相手の特殊超連打からのこっちの大キャンと相手の、全身が噛み合っちゃうとで最後は一応レジェンダリー決まって終了なんですけども、とりあえずねなんだろう、この2戦やった感触だとさすがにね覚醒1でしかもね あのアビノリという部分であまりね、まあ、身勝手とあと復活悟空か分と自身のアビしかかかってないというところで、まあ、そこまでねしっかりした火力も出てないなという印象でございますね。というところで2戦目はここで終わりです。はい、ラストでございます。ラストは人造再生ですね。うん、そういう勝手に名前つけちゃったんですよ。そんな感じのパーティーでございます。で今度はねバドスをね経由した時の強さを見ていきたいなと思ってバドスを出しております。はい、ということでバドス経由でせっかくやったんですけどチェンジされましたね。はい、なのでここはかぶせてドカンと、まあまあまあいい火力ですね。うん、なかなか火力は出てるのかななんて印象はありますが、うん、これフル覚醒したら半分超えたかな。そう考えたらね割かしいですね。ただこれ痛いですね相手の分一応ね突然そんなに高くなかったんですけど、それでもねこれだけもらっちゃいましたね。フル覚醒フルブースト、うん、してたら多分それでも半分もらってるかなぐらいですねという感じで、でここはちょっとねバドスで一応ね時止めしたら見えたので、バドスでまず殴っていきますようですね。はい、ちょっとねベジータがねまあ持ってこないで程度にバドスで繋げていきます。うん、でここでちょっと欲張りのずらし特殊から動いてるの聞こえたのでライジングですね。はい、と
いいですね。18を落とせるとね、でかいんですけどね、本当はね、ベジータにね、落として欲しかったですね。うん、そんな感じがします。ということで、とりあえず18号落ちですね。なんとなくなんですけどね、ここまでやってる感触だと、それこそね、まあ、アビノリという部分では、スーパーゴジータの方が神の木には合っているんですよね。ただね、なんて言うんだろう、全体的にちょっとシャイキ寄りなパーティーではあるので、神の木自体がね、うん、シャイキ寄りなパーティーではあるので、そこの面でね、あんまりね、他のパーティー使った時ほどのやっぱり火力が出る印象がないキャラにはなってるんですけど、っていう、あ、ごめんなさい、試合終わっちゃいましたね。ありがとうございました。はい、ということでグダグダとエンディングに入りますなんですけども、さっきの、ね、続きのお話なんですけど、やっぱりねそういった意味で、まあ、スーパーゴジータはね多少ねやっぱりその大皮か射皮かみたいな部分でちょっとね火力の出づらさがあるなぁとは感じるんですけど、やっぱりね硬さがあったりとか、まあ泥足は別に、ね、ベジータもついてるので一緒なんですけど、そこのね部分があったりとか、まあ、特殊がね非常に強いみたいな部分とかもあったりするので、まあ一応ね両方のキャラもね気絶も引けるみたいな部分もあったりとかして、まあ別にうん、そんなに使っててね弱いとも感じないなみたいなキャラだったんですよね。まあただこれベジータが仮にもっと硬くなって、もうあと少し火力が出るようになって、で必殺コストが減ってぐらいですかね、うん、追加としてはその要素だと思うんですけど、それらの要素がまあ加わった時にも、まあゴジータと正直あんまり変わらないぐらいの感触かなとはなんとなく思いましたね。うん、今回一応ねバカ野郎とかもねこれアビ枠で入れて少しね火力に寄せてみたんですけど、まあそれにしてもね別にそんなにうん、できればねこの1の時点でねすごい、あ火力かなり出てるじゃんっていう印象だったらもうね7にしちゃってね全然本運用できたかなと思うんですけど、まあそこまででもなかったので、正直ようやくフル覚醒したところで、うん、まあスーパーゴジータとまあ変わんないぐらいの、まあ、印象かなみたいに僕は感じちゃいましたね。うん、という感じで、とりあえずねまあね、多くの方は分かってたと思うんですけど、別にね神の木の赤枠としてはそんなに合わない、まあ、サイヤ人のキャラでしたねっていう感じでした。まあ最低限ね一応ね入れようと思えば入れるキャラなので、まあねベジータがねめちゃくちゃ好きで、で神の木を追ってるっていう方は、まあ、使ってみるとね目の肥やしになっていいかなと思いますという感じですね。で今のところね赤枠で試してて一番しっくりくるのは、うん、正直ベルガモ、ウイス、親子ご飯どれかかな、うん、それらが非常に強くやっぱ感じるなって部分はあるので、もしねどうしても赤枠入れたいという方はそういった感じでねちょっとねライバル宇宙寄りの、うん、と編成に寄せて、例えばシャンパとかも入れたりしてベルガモを刺してみるとか、であと親子ご飯だったら、まあ、身勝手とか復活悟空ブルー悟空、うん、そこら辺をしっかり入れてあげて、なるべくね出すときは、まあ、孫一族系の絡みがあるようにしながら使う親子ご飯だったりとか、あとは、まあ、ウイスだったら別に、まあ、普通の神の木でも入るかな、うん、どんな編成でも入ると思うので、まあ、ウイスは普通に入るかなと思うんですけど、あれこそね凄まじい凸がないとねダメなので、本当に貫凸間近の人だったら使えるかなみたいなキャラだと思います。まあ、そんな感じでね一応ね赤枠いろいろ模索していますが、またね新しいキャラでちょっとね入りそうなキャラが来たなと思ったら試していきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録グッドボタンよろしくお願いします。ということで今回はこれで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。